だから日本には残念ながらそういうセッティング、うん、コースはいいコースもたくさんあるんだけども、ね、うん、それをセッティングがすごく大事なわけですよ、うん、確かに確かにそうですね。コースはね、いいコースたくさんあるの、うん、ありますあります、あるんだけども、それをじゃあ選手がこう感じる、おどうやって攻めようかなとか、こうドキドキするようなセッティングっていうのがね、今なかなかそれができない、うん、確かに確かにそうですね、うん、まあだけどやっぱコースが選手を育てるんで、まあ、そこら辺もね、だからそこはだからもちろんツアーをやる方もそうですし、うん、なんていうのかな、まあ、昔からあるのはやっぱり僕たちというかその見る方のその目、うん、そうだね、その受け止め方が、あなんだあのスコア伸びなかったんだ、みんな下手じゃんっていう、うん、その短絡的なね発想、うんがなければ難しくできるわけで、うんうん、なんかそこら辺すごい難しいというか、本当はやっぱりなんていうか改革改革というんだけども、やっぱりこう受け手の方のそのもう育てないと、そうだね、やっぱり、はい、まあこれ批判するわけじゃないんだけども、うん、日本のテレビっていうのはどうしてもグリーン上のね部分だけを取り上げてて、やっぱりそのじゃあドライバーでアドレスに向かう瞬間から選手がその、うん、もうその自分の気持ちが伝わらない、はいはい、確かに確かにね、セカンドショットね、あのピンフラグがこんな揺れてる中で、うん、あの右端に切ってやってね、うん、そこの空気感を映せない、うんうん、要するに選手が今何をしてこうアドレス、じゃあちょっとこう、うん、肩がこう入るのかね、うん、開くのかね、そういうのをやっぱり伝わるような映像が流れてくると、やっぱりこのなんていうかな、そのスポーツに対する思い方が違ってくるはずなんだよね。で我々としては写真でそれをね伝えたい、うんうん、やっぱり選手がどう苦悩してるのか、うん、どうチャレンジ、うん、挑戦してるのかをね、やっぱり写真で見せたい、うんうん、写真はだからすごいですよね。だから僕なんか動画をね、うん、作るときはやっぱアドレスに入るまでをなるべく見せたいんですよ、うんうん、やっぱそこに結構やっぱ確かにゴルファーの個性とか思いが出るんでね、うんうん、だからたくさんそのやっぱりそのなんていうかな、その一枚の瞬間という写真の中で、まあそれを、うん、まあこちらにイマジネーションさせてくれるようなまあ写真を撮ったり、うんうん、まあ、撮ってくれるということで、うんうんうん、なんかやっぱそこをこう行間を読んでもらいたいというか、そうだね、やっぱり、うん、あの別にあの他のはダメ、レッスンがダメだとか、はいはい、そんなことは全く思ってない、うんうん、ゴルフには多様な楽しみ方があるっていうことを伝えたいだけで、うんうん、でそこにはやっぱり選手のやっぱり苦悩であったり、うん、挑戦であったり魅力をね、うん、やっぱりこう伝えていきたい、はい、っていうのがやっぱり、まあ、そこを写真でできないかなっていうのが、ね、うん、あるんだよね。だからあれですよ、だから僕日本の選手がね、うん、技術的にじゃあこうそのなんていうかな、叶わないのかっていうとそこではなくて、うん、やっぱりそのコースがあってセッティングがあって、うん、そこをどうやりくりしていくかっていうところのトレーニングが、うん、しないでこうプロとしてやっちゃってるから、うん、そこは例えば世界がそれやんないと、うん、もう結果出ないから、うん、だからそこのやっぱり経験の差が、うん、そこにやっぱりそのツアーっていうね、うん、旅なんですよ、うん、やっぱりアメリカツアーの PGA ツアーが何がすごいかっていうのは、その東から西までのいろんなタイプのゴルフ場をこう転々とするわけで、芝の質も違う、気象条件も違うね、旅をすることによってやっぱり自分が合わせていくっていうかね、そのこの慣れなんていうかな、そこに対してこう合わせていくわけ、やっぱりそこに引き出しが広くなっていく、こういう芝だった時はこうするとか、こういう気候の時はこうするとか、そこに自分の広がりっていうのが増えてくる。もう同じタイプのコースばっかりでやってると、その引き出しが広がらないわけ、うん、そうですね。だからそれはヨーロピアンツアーの方が今はすごいよ、はい、あんだけの国を旅してて、うん、それは選手が強くなるのはもう間違いない。で、あと風ですよ。そう風がちょっと日本は少ないからっていう、その日本はゴルフ場のこう話を語るときにどうしても地べたのデザインだけを語る。そうですよね。それはね 2D で語ってるようなもの、うん、ものゴルフ場っていうのは空間だから 3D であり、はい、ね、だから風の流れを作るためには木のね、間空間を作るとか、そうしないとゴルフ場の面白みがないわけで、うん、風が変わるから、はい、その
クラブが変わったりね、うん、面白い、そのゴルフを飽きないで楽しめるね、一番の要素は風です。それは自然です。そうなんです。だから風が吹くとやっぱ見てる方も面白いんですけどね、うん、まあ、やる方大変だと思うんですけど、うん、でもそれが飽きさせないスポーツのね。そう、そう思います。これは何にも無風の中でずっとやってたら何も変わらなくて、それはゲーム、ゴルフのゲームやってたら上手になっていくのと一緒でね。だから全英オープンも風が全く吹かない4日間だとちょっとあんま面白くないですもんね、うん、正直。そう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 、そうなんですよ。だからオーガスなんかはもう本当に毎年行ってもそのちゃんと木っていうのは育つ、うん、例えば人間の髪の毛のようにだんだん伸びてくる、うん、でも伸ばしたままだと今度風が入ってこなくなるから、はいはい、ゴルフとして面白くなくなるから、うん、常に同じように風が通るように枝が伸びてきたら剪定をして、はい、髪の毛を切るように枝を剪定して風を通してあげて、うん、光を通してあげることによってそのコースとしての面白さ、うん、プレーとしての面白さを常に保つほど、うん、すごい努力して。じゃあ12番なんで結構やってるでしょうね。そうそう、12番なんかはね、あそこはやっぱり風が舞うんでね、うん、やっぱりあそこはわざと短いクラブで打ったとして、うん、やっぱりあの風が舞うことを利用してるんだよね、うんうん、だからまあそこら、そこら辺のなんていうかな、その球を打つだけじゃない要素を、うん、まあ日本の皆様にもどこまで、まあ、理解してるかなんでね。逆に知ると面白くなるじゃないですか、うん、だからそれが結果的にゴルフっていう魅力がこの多様性っていうね、うん、面白さだと思うんだよね、うん、だからなかなかそのレッスン以外のことをやるとね、うん、なかなか見てもらえないジレンマはあるんだけれども、うん、まあ折に触れね、うん、ちょっとそういうゴルフのカルチャーは紹介したりし、うん、まあそういう意味もあって、まあ、前その値段という雑誌作ったりね、うんうん、そういうこともして、うん、まあ、ちょっとずつそういう他の要素もあるんだよっていうことをね、うん、まあやってるんですけど、その中で宮本作さんのやられてることっていうのは割とそのど真ん中にいるというか、うんうん、そのゴルフカルチャーを伝えるという意味でね、うんうんうん、だから本当にそのまあ注目もしてるし頑張っていただきたいし、うん、まあ、今外 JGTO のお仕事で、うん、なかなか荒波の中に荒波というか大変だなと思って、うん、まああのそうもうなんていうかな、大変なことはよく理解してるわけ、はい、でもじゃあそうですかっていう、うん、そこで終わりたくないし、うんうんうん、なんとかやっぱりゴルフがすごいいいね、こんな長いスパンの中でねこう楽しめるね、うん、スポーツってないわけで、はい、やっぱりこれを廃らすわけにはいかない、うん、じゃあそこでやっぱりじゃあ写真だったら何ができるんだろうっていうことをやっぱり提案したいなと、うんうん、だからやっぱりそのゴルフのそのなんていうか本当の意味でのウィナーになるにはね、うん、そういうそのゴルフ的な文化である、まあ、ルールもとももちろんそうですけど、うん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 、全ての知識を、うん、まあなんていうかな、知って持ってる上で戦ってるものが本当のウィナーになったりするじゃないですか、うん、そのタイガーであれ、うんうん、そうだね、うん、だから僕はやっぱり日本人のマスターズチャンピオン見たいんですよ、うん、見たいね、見たいの、もうと昔からの僕の夢というか、だから逆にこういうそのものを通じてちょっとでもね、知識を持ってもらって、ね、やっぱりいろんなものに興味を持つべきだよね、はい、そうやっぱりそれはコースに対しての興味であったり自然に対する興味であったり、うん、いろんなものにでそういう変化を気づくべきだよね、うん、要するに例えば気圧の変化が肌で分かったり、うん、やっぱりそういう数字ではなく、うん、自分で判断できるそういう研ぎ澄まされた部分っていうのが鍛えることがね、うん、ついつい僕らはもう数字に慣れすぎて、うん、気圧が下がったのをメーターでないとわからないとか、うん、風が変わったのが頬で刺さるあれがじゃなくてこの機械でないと風の違いがわからないとか、そうじゃないんだよ、うん、自然の中でやるスポーツなんだから、だからヤーデージにしたってそうだし、便利になればなるほどもっと自分を研ぎ澄ますような部分っていうのを鍛えていく。ワインを飲んだ時にじゃあこれはカベルネなのか、ね、メルロなのか、ね、でどういうこれはなんていうかな、品種なのかが分かるぐらい、やっぱりそれは数字では出ないわけ。やっぱり飲んで楽しんで、もちろんラベルには書いてるけど、ラベル見ないで自分で楽しむ、そういう本当自然な楽しみ方だよね、うんうん、それが
別に点数つくわけじゃないんだけど、そういうことを自分で遊んだりすることが人生の豊かさだと思うんだよね。ただまあそういう豊かさをね、まあ、いろんな意味で知って、人間的にもこう深みのある、まあ、プレイヤーが、まあ、どん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 出てくれば、まあ、いいなという、そうね、まあ、たくさんなんか多分そういう願いをね、やっぱ持ってるのは、まあ、伝わってる。やっぱりそこに僕らは光を当てるべきだよね。そうですね。そこにいろんな、小橋君だったら小橋君がどういう光の当て方をするか、選手に対してね、我々カメラマンはどういう彼らの魅力をどう捉えるか、それをこうどう伝えるかって、やっぱりそういう、いろんなコミットした仕事がある中でね、やっぱり関わったものに対してちゃんと表現してあげたいかなっていう気がするよね。まあ、そんなね、あのたくさんの最近 の、 その、まあ、JGTO を含んだ活動も、まあ、試合がないから ね、 そうそうね、結構ちょっと難しいんですけどね。そう、まあ、そのいつから始まるっていうのがなかなか見えない状況の中でね、だからまあなんかどうですか、あのインスタは今どうやってるんですか。これはちょっと、1試合目はね、はいはい、去年の試合を使ってちょっとモノクロで表現してみようと思って、要するにまあ今のリアルな写真じゃないですという言い方の代わりにモノクロでちょっとやってみて、割とみんなあモノクロもすごくこう感じる伝わるものが多いので、あの新鮮に映ったんじゃないかなと思うんだけどね。あれ、今あのゴルフチャンネルでやってるのはあれは、写真の、そう、あの写真をこうつなげてね、やっぱりこう音楽を入れて、やっぱりこうなんていうかな、自分の心の中にスーッと入ってくるのをどういうふうにみんな心の中にね、ああなんかこう心の中にこうちょっと引っかかってくれたらいいわけよ、ああよかったなとか、ああいいスイングだなとか、ああ残念だったんだなとかね、なんかこう心の膝にちょっとこう当たるぐらいのね、そういうふうなものが作れたらいいなと思ってね。まあだけどね、本当にあの今ワインの話も多々出ましたが、また普通にね、ワインを飲める、旅をしながら日々に ね戻れるといいですよね。そう、やっぱりこう今いろんなものがこうできない中で、あの窮屈な中でね、時間を過ごさなきゃいけないんだけど、でもこの窮屈な中にやっぱり何を次しようかなってい う、 こう考える時間っていうね、ついつい忙しさにかまけてこう忙しさでこうやってると、こうなかなか立ち止まってものをこう考えたりする時間がないんだから、そういうのをやっぱり与えてくれる時間かな。ゴルフも4時間のプレーの中で実際にプレースイングしてるのはトータルで5分もないんだよね。4時間の中で数分しかない中でやっぱり歩いたり考えたりする時間がある。でやっぱりそういうのっていうのはこうゴルフの楽しみの一つでもあるし、でもそれは今僕らは人生の中で大きく立ち止まらなきゃいけない時で、やっぱりこういう時に自分はこれから何をやろうかなとか、僕なんか今もう60過ぎてね、あとじゃあ10年元気よく働く時にじゃあ何をしようかとか、いろんなことを考える、まあいい時間かなっていうふうにポジティブに考えてる。まあだからあれですよね、もうアーカイブはね、あのかなりあると思うんで、やっぱりたくさんの独自コンテンツっていうかね、やっぱ旅的なね、ものはやっぱ見たいですよね、正直。まあやっぱり、まあ長くやってきてこういろんなこの時代の背景の流れが早くて、やっぱりこういう今のこういうネットを通じてとか SNS であったりっていうのは知らないことで、もう知らないことの文化の中でやっぱり自分が何ができるのかっていうのはね、やっぱりトライするのはね、すごくこう楽しい。まあ本当こういう時期なんでね、あれなんですけども、私がまあちょうどまあゴルフの写真を撮り始めて83年からだったかな、でどうしてもやっぱりアメリカっていうものに憧れて87年からこうアメリカを旅すって、まあ、ゴルフ場を転々として試合も追っかけたりゴルフコースを見たりしながら歩くんだけども、やっぱりその時にやっぱり外国の雑誌を見てすごく興奮したんですよね。そのなんていうかな、
試合の写真もしっかり、ゴルフ場の写真しっかり、日本の雑誌では見たことないようなあの写真をいっぱいこう見て、すごいショックを受けて、うわかっこいいなと思って、で知らない、あこんなトーナメントがあるのと、こんなコースがあるのっていうことで、すごいこう目がハートマークになったのを覚えてて、でそれを自分で行ってみたい、そこの場所にいたいって思うようになって、自分が変化していったんだよね。だからそういう写真と出会わなかったら、僕のそういうなんていうかな、好奇心っていうものの大きく動かなかったことがあって、あ写真の力ってすごいなと、写真ってなんか人を動かす何かエネルギーを持ってるのかなとか思ったりしてね。でそういうマインドの中でこう旅を始めていくと、なんか目につくものが変わってきたんだよね。ただ試合の結果をとかそういうもんじゃなくて、違うことになんかこう目線が行くようになってしまって、あ旅ってこう知らないことを気づかせてくれるなと。で写真をどういうふうに人に伝わるかっていうのもだん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 やってるうちに分かってきて、最初はやっぱり新聞社や雑誌社で経験したものっていうのはどうしても記録だけを思うんですよね。でも記録をもうすごく大事なんだけど、記録の先っていうものがなんか感じさせてみたいなっていうのがあって、そういう写真をどうやったら撮れるんだろうというふうに自分なりにいろいろ考えたんです。あの当時はフィルムだったし、フォーカスも手で合わせるフォーカスだったんだけども、失敗重ねながらどん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 自分らしさの写真を撮ろうとすごく勉強したんです。だからあの当時はなかなか人の写真を見るっていう瞬間が少なかったもので、雑誌とか物になってないと人の写真っていうのは研究できなかったんですよ。でも今の時代ネットとかもうプレスルームではもう人が誰撮ったか後ろを通れば分かるわけで、すぐ瞬時に分かる。もうトーナメント先で写真を撮ったらみんな画面をチェックしたら、それを後ろで見てれば何を撮ってるかっていうのはすぐ分かる。だから真似する文化っていうのはすごく僕は別に悪いとは思ってなくて、先輩たちのその撮ってきたものをどういう風に撮るんだろうなっていうのは全然いいと思うんだよね。でその中で自分らしさをどう出していく、そこに必要なものがある。だから真似することは全然平気なんだけど、その先に自分を作れるかどうかなんだよね。だから僕はもう60を過ぎて、まあいろいろ世界も旅してきて、いろんなビッグトーナメントも随分経験したんだけど、今やなんかやってみたいなと思い始めたのが7年前に日本に帰ってきて、やっぱり日本のトーナメントをどういうふうに伝えたいかと。試合はもう試合でもう何十年っていう歴史の中でやってるんだけども、何かが伝わり方が弱いっていうふうに僕は思ってる。だからその伝わり方に少しコミットしたい、なんかこうそこに自分も入り込みたいと思って、まあ、今回 JGTO と組んで JGTO イメージスっていう会社を作って、みんなが写真をネット上で見れて、選手の魅力がなんかこう画面から伝わってくるような、そういうものを始めたいと思います。なんか時間があるときにぜひjgtoimage.com をチェックしてみてください。ひょっとしたら違う今までの選手のものが伝わるかもしれません。まあ、ということで、たくさんの事務所はね本当に素敵です。もう今ここしか映ってないけど、まあ、ちょっとこの後ちょっとねちょっと見せられるところお見せしようかなと。まただけどね話が尽きないので、またこういうね、はい、話をしたいと思いますので、またぜひお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。